時の旅人ってゲーム知ってる？まさにクソゲーの代表格だよ。当時の角川アニメ映画のゲーム化なんだ。どんなゲームなの？主人公の久田島敏人が歴史を変えるためにタイムスリップするんだ。基本的に、はい、か、いいえ、お選ぶだけのゲームだよ。それって面白いの？全然、選択肢で、力の歴史、いや、お金の歴史、に変わるんだけど、一発死の選択肢が多くて、ロシアンルーレットみたいなんだ。それは厳しいね。どんな歴史上の人物が出てくるの？織田信長や徳川家康とかが出てくるけど、質問が変なんだ。信長が命乞いしたり、家康と三成が雑煮の話をしたりするんだよ。それはおかしいね。他にどんな問題点があるの？ゲームオーバーが多すぎるんだ。返答次第で簡単に殺されることが多い。セーブもパスワードもないから、最初からやり直しなんだ。それは辛いね。タイムマシンにうまく乗れないと取り残されてゲームオーバーとかもあるしね。それに文字列の使い回しも多くて味気ないんだ。他に面白いところはないの？ふん、バカゲーとして楽しめる部分もあるかな。歴史が変わる設定自体は面白いんだけど、実際のゲームは期待外れだね。具体的にどんな風に期待外れなの？例えばエンディングもひどいんだ。背景と文章だけで、BGM も使い回しなんだよ。原作のヒロインもゲームには出てこないし、登場人物も性格が変わりすぎてるんだ。それは残念だね。元の映画はどうだったの？映画はタイムトラベルを題材にした感動的な作品だったよ。敏人が信長を助けようとするシーンが印象的だったんだ。それならゲームも期待しちゃうね。そうなんだけど、ゲームは全く違うんだよ。時代を行き来するのは面白そうだけど、実際は単調な選択肢ゲームなんだ。ゲームオーバーになりやすいって話もあったよね。そうなんだ。ちょっとした選択ミスで簡単に死んじゃうんだ。特に大塩平八郎に至っては9パターンも死に方があるんだよ。それは多すぎるね。他のキャラはどうなの？信長は命乞いをするし、伊藤博文は妙に女好きだったりするんだ。それって歴史と全然違うね。そうなんだ。史実とはかけ離れたキャラ設定ばかりで、原作ファンはがっかりするよ。それじゃ、買う価値はないってこと？うん。バカゲーとして楽しめるならいいかもね。でも、4900円税別で買うのは怖いよ。それは同意だね。クソゲーもたまには面白いけど、やっぱり良いゲームがいいね。戦えラーメンマン、炸裂超人102ゲー。って知ってる？筋肉マンのスピンオフだよ。中国全土を旅して3悪人を倒すアクションアドベンチャーなんだ。筋肉マンのキャラクターが主役なんだね。どんなゲーム？ラーメンマンが主人公で、中国を舞台に悪人たちと戦うんだよ。でもマップが広大で歩くのが遅いから、アドベンチャーパートはイライラしちゃう。それは困るね。アクションパートはどうなの？横スクロールで超中下段パンチやキック、必殺技を使うんだ。でもジャンプがないから動きが地味で、チンピラ相手にボコボコにされることが多いんだよ。それじゃ中国拳法の達人っぽくないね。そうなんだ。原作の技を再現しているのはいいんだけど、演出が地味なんだよ。他に問題点はあるの？ヒントなしで進めなきゃいけないアドベンチャーパートも大変なんだ。マップが広大すぎて迷子になりやすいし、敵との接触で戦闘になるけど、その戦闘が地味なんだよ。それじゃやり込み要素が少ないね。いや、逆にやり込み要素はあるんだ。原作ファンには楽しめる要素があるから、スルメゲーとして評価されることもあるんだよ。スルメゲーって噛めば噛むほど味が出るゲームってこと？そうだね。一度クリアするだけじゃわからない魅力があるんだ。三悪人編は原作に忠実で、ストーリーも楽しめるよ。それは原作ファンには嬉しいね。でも当時は叩き売りゲーの代表としてあまり評価されなかったんだ。ラーメンマンの動きが遅くて広大なマップを歩くのが大変だからね。他に面白い部分はないの？一応原作の技を忠実に再現しているところとか、演出は悪くないんだ。それに三悪人編のストーリーはしっかりしているから、原作ファンにはたまらないよ。でも
やっぱりゲームとしては辛そうだね。そうだね。操作性の悪さや広大なマップはやっぱりネックになるね。でもラーメンマンファンならこの苦難に立ち向かう価値があるかも。それじゃ原作ファン向けのゲームってことだね。そうだね。原作の世界観を楽しみたい人にはおすすめかも。でも普通のアクションゲームを求めるなら別のゲームを探した方がいいかな。なるほど。しっかり調べてから買うのが良さそうだね。そうだね。当初ラーメンマンの世界をじっくり楽しみたいなら挑戦してみるのもいいかも。でも覚悟して遊んだ方がいいかもね。もっとも危ないでかって知ってる？1986年から1987年にかけて放送されていた連続テレビドラマが元なんだ。危ないデカは知ってるけど、ゲームもあるんだね。そうだよ。このゲームは映画、もっとも危ないデカの内容を元にしてるんだ。でも、ゲームとしてはちょっと微妙なんだ。どんなところが微妙なの？アクションパートがちらつきや操作性が悪くて単調なんだ。背景もキャラのグラフィックも微妙で、1990年の作品とは思えないよ。1990年ってスーファミも発売されてたよね。そうなんだ。スーファミの時代にこんなゲームが出るとは思えないよね。簡単すぎてクソゲー評価される典型的な作品だよ。簡単すぎるのも問題なんだね。操作が単純すぎてすぐ飽きちゃうんだ。しかも原作愛も全然感じられないんだ。原作ファンには辛いね。そうだね。映画の内容をなぞる形で進むから見てないとわけわからないしね。ストーリー自体は面白いけどゲームとしてはちょっと。具体的にどんなゲーム内容なの？プレイヤーはタカ、カ、ユージを選んで各ステージのゴール地点に到達するかボスキャラを倒すのが目的なんだ。横スクロールで進んでいくんだけど全球ステージあって途中にアイテムも拾えるよ。どんなアイテムがあるの？拳銃やマシンガン、手榴弾、ハートがあるんだ。拳銃は弾数無制限だけどマシンガンと手榴弾は弾数制限があるよ。それじゃ戦略も必要だね。そうだね。でも操作性が悪いから戦略を練ってもイライラすることが多いんだ。ストーリーはどんな感じなの？横浜高所捜査課の高山デカと大毛デカが巨大暴力組織銀星会を壊滅させるために戦うんだ。でもその背後には恐れるべき事実が隠されているんだよ。それは興味深いね。ゲームのステージはどんな感じ？一面は重機密造工場、二面は市街地、三面は港警察署、四面は米軍基地、五面は郊外、六面は地下水道、七面は郊外、八面はスラム街、九面は銀星会本部ビルなんだ。途中にはボーナスステージやイベントステージもあるんだよ。それはバラエティに富んでいるね。そうなんだけど実際のプレイは単調で飽きやすいんだ。ボスキャラも宮坂や結城、本田、前尾といったキャラが登場するけど戦闘が地味なんだよ。敵キャラもたくさんいるみたいだね。そうだね。チンピラや重機密造業者、火炎放射器を使うヒットマンなんかが出てくるよ。でもそれがゲームの面白さにつながってないんだね。そうなんだ。原作の面白さを再現できてないんだよね。それは残念だね。原作ファンとしては期待しちゃうけど。期待してプレイするとがっかりしちゃうかも。やっぱり操作性やゲームデザインの問題が大きいんだ。タッチ、ミステリー、オブ、トライアングルって知ってる？東方のクソゲー第1弾で、あの有名漫画を題材にしたんだ。え、それって、タッチ、だよね？どうしてクソゲーに？内容がひどすぎて原作者が激怒りしたって話。主人公のカズヤ、タツヤ、南大世界で犬を助ける話なんだけど。なんで犬？野球やラブコメはどこに行ったの？純愛青春野球漫画の要素は完全に消えてるんだ。ただのベルトスクロールアクションになっちゃった。みなみちゃんが守られるだけって、なんか残念だね。マップが広すぎて、キャラが動きづらくてイライラするんだ。制作はコンパイルだけど、バグは少ないけど面白くない。面白くないのにバグが少ないって、ある意味すごいね。みなみちゃんは泣いてばかりで、何も助けてくれないし、行くところが全然わからなくて、心が折れたよ。
原作ファンは泣きたくなるね。そうそう、お金と体力が一緒で、買い物するとすぐゲームオーバー。ストレス溜まることばっかりで、全く楽しくない。原作キャラも3人とパンチだけって、寂しいね。そうなんだ、原作の面白さが全く活かされてない。広大なマップで、似た景色が多くて迷うこと必至。マッピングなしで迷うゲームなんて、地獄だね。雑魚敵が強すぎて、爽快感ゼロ。倒すのも一苦労だよ。ヒントも曖昧で、総当たりで試すしかない。それじゃ、進むのも大変だね。進め方次第でクリア不可能になることも。みなみちゃんが足手まといで、何も役に立たないんだ。それはひどいね。BGM も微妙で、救いようがない。一部の絵は原作に忠実だけど、それ以外は。カズヤが生き残るのが唯一の救いかな。でも、それも没合主義っぽい感じだよ。原作ファンには辛いゲームだね。本当にファンを泣かせるゲームだね。今日は、乱毛のゲームを紹介するよ。筋骨隆々の乱毛が戦場を駆け回る映画だね。乱毛って、あのシルベスター、スタローンの？そうそう、もともとは、ファーストブラッドって名前だったんだ。でも放題の、乱毛がかっこよすぎて、2作目から、乱毛に、に、そんな経緯があったんだね。映画ファンも多いよね。スタローンの肉体美が魅力の映画なんだ。その映画を元にしたゲームが、乱毛に怒りの脱出なんだ。ゲームのキャッチコピーもすごいね。男の怒りが爆発するって。ゲーム演出は頑張ってるけど、ゲーム内容はお粗末なんだ。映画のシーンをはみ込んで再現してるけどね。でもゲームとしてはちょっと残念なんだね。そうなんだ。豊富な兵器も再現できなかったみたい。乱暴のかっこよさがちょっと欠けちゃった感じ。映画ファンには辛いね。ちなみにゲームには怒りゲージがあるんだ。敵を倒すとゲージが溜まって、解放すると無敵の乱暴に。無敵の乱暴、ちょっと面白そう。でも敵の攻撃が厳しくてライフがすぐ減っちゃうんだ。敵の弱点は手に持っている武器だから注意が必要だよ。弱点が頭じゃないのは不思議だね。そうなんだ。一面のボスが特に難しくて、初見泣かせなんだ。武装ヘリとの戦いで、時間も短いし難易度が高い。一面からそんなに難しいの？そう、QTE も失敗するとダメージで厳しいんだ。映画の時系列も違和感がある順番で、ちょっと謎。映画ファンにはそこも気になるポイントだね。でも、映画の名シーンを再現した演出は頑張ってるよ。怒り、をシステムに取り入れたのは評価できる。でも、初心者にはちょっと厳しそうだね。そうだね、覚えゲーの印象が強いから。それでも、乱暴ファンには楽しめる部分もあるんだね。仮面ライダーブラック、対決シャドウムーンのゲームを紹介するよ。ディスクシステムのゲームだけど、今回はがっかりだったんだ。え、仮面ライダーブラックって人気のあるキャラだよね。そうなんだ。リアル闘神のアクションゲームなんだよ。ブラックがバトルホッパーに乗ってゴルゴムと戦うんだ。それって面白そうじゃない？でもブラックの動きが遅くて、敵の攻撃を勘で避けるしかないんだ。ライダーパンチやキックも同時押しで出すのが難しいんだ。それは大変そうだね。操作が難しいんだ。宙返りの方が早く動けるから、ずっとくるくる回るしかないんだよ。敵のパラメーターも異常で、三神官の一人は衝撃波が画面半分に及ぶんだ。そんなに強い敵がいるの？回避も難しそうだね。回復アイテムも少なくて、勘で避けるしかないんだ。ブラックファンも苦笑いするレベルの難易度だよ。ファンには辛いね。でも、ストーリーは原作通りなんだね。そう、光太郎が仮面ライダーブラックに変身して、ゴルゴムと戦うんだ。全6ステージあって、第2と第4ステージはバトルホッパーに乗るんだ。でも、操作が難しいのは困るね。そうなんだ。移動と攻撃が同時にできないから、すごく操作しづらい。バトルホッパーの操作も小回りが効かなくて、ボス戦は特に大変。敵の攻撃が早いなら、なおさら大変そうだね。そうなんだ。特に三神官のダロムが最強で、画面半分がダメージになるんだ。それは避けられないよね。ラスボスのシャドウムーンも強くて、苦戦必至だよ。
回復アイテムが少ないから、どんどん体力が減っていくんだ。それは辛いね。どこかで回復できないの？怪人を倒す以外には回復方法がないんだ。操作性の悪さが全てを台無しにしている感じだね。でも、原作の再現は頑張ってるんだよね。そうだよ。変身シーンや怪人のグラフィックは忠実なんだ。音楽も原作の雰囲気に合っていて、シリアスな仕上がり。それはいいね。バイクステージは速くて楽しいんだ。ボス戦もバイクで戦うんだよ。それは面白そうだね。でも、全体的には難易度が高いんだね。そうなんだ。キャラゲーとして評価できるところは多いけど、操作性が。ファンには残念な部分が多いんだね。そうだね。ゴルゴムの仕業かってくらい、難易度が高いよ。燃える、お兄さん、のゲームを紹介するよ。週刊少年ジャンプで連載していたギャグ漫画が元なんだ。主人公のお兄さんって、どんな人なの？お兄さんの父親が妹を博打の景品にするという、ぶっ飛んだ設定なんだ。しかも、博打に勝つと話が進まなくてゲームオーバーなんだよ。それはとんでもないね。どんなゲームなんだろう？全6ステージの横スクロールアクションで、各面のボスを探して倒すんだ。途中に凝ったミニゲームもあるけど、クリアには関係ないんだ。原作の無茶苦茶さを再現してる感じだね。そうなんだ。ゲームバランスが雑なのも、わざとかと思うくらい。原作を知ってれば、ラスボスの勝利方法も納得できるかも。どんな方法なんだろう？気になるね。僕も当時、大好きで漫画やアニメを見てたけど、内容は覚えてないんだ。でも、犬を飼ってたことと、必殺技は覚えてるよ。どんな必殺技なの？教えて。ロッキーの、スーパーウルトラグレートデリシャスワンダフルボンバー、だよ。それはすごい名前だね。どんな技なんだろう？詳しくは覚えてないけど、名前が印象的で忘れられないんだ。ゲームも原作の無茶苦茶さを楽しむために作られてる感じだね。しかできないプレイをして